すごく優しくて、アットホームな感じで、先輩後輩みんな優しくて、すごくやりやすいです。新しいチーム、なんか今までいたチームとちょっと雰囲気違うなみたいな。やっぱり J1 だけあってレベルがすごく高いなっていうのはすごく感じているので、スピード感だったり技術だったりそういうところで少しでも速くなれて活躍できればいいかなというふうに思います。今キャンプ、これからおよそ1ヶ月以上の中で、ご自身テーマとか目標って何かありますか？自分が出せるパフォーマンスを全て発揮するっていうところだけだと思いますので、それが監督やコーチのアピールにもなりますし、自分が出せるパフォーマンスを最大限に発揮していきたい、したいなっていうふうに思います。キャンプを受けて、2月27日からの間の目標、札幌さんはホームでなかなか最初勝ててないので、今年こそは、なんとか勝利で飾れればいいかなというふうに思います。まだ札幌さんなんです一応そうです最後にちょっと北海道に向けてなんで、初めてましてという意味も込めてちょっとメッセージをいただいてもいいですか？はい、ザスパ草津群馬から加入しました岡村大地です。すごくいい環境でサッカーできて、すごく幸せだなというふうに感じてますし、その中でも少しずつ自分たちの中でパフォーマンス上げていければいいかなというふうに思うので、準備していきますので応援よろしくお願いします。